仏教の仏さんには4種類種類があるんですよ4種類、えー、まず如来と次菩薩と妙王と天武というのがあるんですこの4つの種類に大体分かれるというふうに言われてますえー、そうだん4つだけなんそう四つだけなんですよ、あのー、何の違いがあるかというと如来っていうのは悟りを開いた人、まあ、だから仏教でいうとゴールした人っていう扱いう最終形ですね で菩薩っていうのは、えーまあ、その如来に向かって修行してる、まあ、如来見習いみたいな感じでまだ、えー、悟りは開けてないですよっていう人なんですねあの菩薩っていうのは。 で妙っていうのは大体怒ってる人です。はい怒ってます大体うるるるみたいな感じで怒ってます。大体不動妙とか有名ですけどね大体怒ってると。でんで怒ってるかっていうと、あのー、大体まあ仏さんってニコニコしてるイメージじゃないですかね、えー、正しい道にこう人々を導くように「おう大丈夫だホッホッホみたいな感じでなんかニコニコしてるイメージなんですけども、えー、人間ねみんなニコニコばっかりしとっても、あのー、道を踏み外す人ってやっぱいるじゃないですか甘い顔ばっかりしとってもね、あのー、ちょっと悪いことしてみてやろう全然怖いねえしみたいな感じ 悪い道に入ってしまう場合があるのでそれをちょっと「おいこれらお前そんなちょっとあかやないか」みたいな感じで怒りながらでもちょっと正しい方向に導く人が必要だということでそういうポジションが「妙、えー、王」になります。だから、まあ、あの父親とか体育教師とかなんかそういうなんねなんかいるじゃないですかスクールウォーズとかでもねあのこと不良とかをちょっと正しい道にという時はたまにはちょっと怒らんあかん時とかあるじゃないですかあんなポジションが妙、えー、王さんになります。はい で天武っていうのは、えー、このれもともと天武っていうのはあのー、仏教は、えー、インドで生まれたんですけどもそのインドで仏教が生まれる前っていうのはバラモン教っていう宗教があったんですね根付いてたんですね。 でまあカースト制度とか,なんか身分差別がすごい厳しいみたいなそういうのがあってそういうのにちょっとおかしくねみたいな感じで釈迦さんが開いたのが仏教やったんですけどもえーその仏教の中にこのバラモン教の神様を取り入れて生まれてきたのがえーこの天部ということでもともとはバラモン教の神様が仏教内図されたものが天部になります。はい 天武ああねめっちゃ種類多いんですけども大体「なんとか天」ってついてるやつか、えー、聞いたことない名前は大体天武やと思っていただいて結構です。 はい、あの如来はなんとか如来ってつきますし菩薩は大体んとか菩薩ってつくし妙はなんとか妙ってつくのでそれ以外でなんか出てきた何やこいつはっていうのは大体天部やと思っていただいて大丈夫やと思いますなんかそう言われるとだいぶ,だいぶ楽やね勘平あ,あるよね如来菩薩妙って勘平あるけど勘平のってないやつは天部やと思っていただいたら大丈夫です四天王とか、えー、大釈天とかなんかそういうふうな金剛力士とかそういうのも全部、えー、天部になりますおなるほどまるっと分かったぞとまあ こういう使いい使分けがありますよとであのー、これついでで言うんですけども如来は悟りを開いた人ゴールした人だよって言いましたけども仏教のそもそもの目的何ですかっていうと、えー、ご存じありますでしょうか はい。これ以外にねあの答えられない方いらっしゃるんですけども、仏教の最終的な目標っていうのは悟りを開いて成仏する仏になるっていうのが最終的な、えー、目標になります。だから我々も、えー、こう,いうような悟りを開いて如来になろうぜみたいな感じで、えー、仏になることがゴールになります。っていうのは仏教の初期設定っていうのはこの世っていうのは、えー、6つの世界に分かれるというふうに言われてます。はい。えー、天道人間道シュラ 畜生道ガキ道、えー、地獄道とこの6つの世界に分かれてまして、えー、我々っていうのは大体どっ,かどっかの世界に生きとるんですね、まあ、今我々人間道にいますけどもで人間道でも人生あの終わりが来たら次どっかの、えー、道に、えー、こう転生するんですね、あのー、大体この人間道で生きてきた中でいいことポイント悪いことポイントの通知表によって来世どの世界に行くかっていうのが決められてしまうと。 でえー、さらに言うと我々が今人間道でいる,いるっていうのは前世のいいことポイント悪いことポイントによって、えー、人間道に今こう生きてるっていうのが決定づけられてるとこういうふうな考え方をするんですよ。この6つのつつ世界を陸道道道とと言いまますす、はい、やからね陸道と呼びます で今生きているのを現世と言ってその前の生涯を前世と言いますで次の世界を来世と言うんですけども生き物っていうのは生きている限りこのいいことポイント悪いことポイントによってこの6つの世界をくる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 抜け出れない中で回ってますよっていうふうな考え方が仏教の考え方なんですよ。 でそれぞれの世界はやっぱり、ね、少なからず苦しいことがありますよと、まあ、なんか天道っていうのはなんか良さそうに見えるんですけどこの天道の生涯の終わりがあるんですけどもその生涯の終わりの時は苦しみめっちゃすごいっていうなんか,苦しなんか嫌なことがあるらしいんですよ。で人間でもまあまあ今それなりに苦しいじゃないですかでそんなことないですか <laughs> まあ苦しい時もあるじゃないですか。 でそ,れそれ以下はもっとなんか苦しいっていうのがあって結局この陸道をくるくる回ってる間は、えーまあ、人間というか生き物はみんな苦しい状態にあるから早くこの陸道から抜け出そうぜっていう考え方なんですね。で抜け出すためにどうしたらいいのかっていうことで、えー、悟りを開いて仏になりさえすればこの陸道から抜け出せることができますよっていうそういうふうなゴールを目指すのが仏教になります。<music>